その気にしないで。世界が終わりかけているのなら少しくらいわがままを言っても許されると思う。そんな風に考えたことなかった。俺は大丈夫だ。俺がどんな気持ちかなんてお前には分からねえよ。俺はお前が戦う間見てるだけで何もできなかった。俺も何か手助けできたら。違うよ。あなたのスーパーパワー解放のためリンクをクリックしてください。よく眠れた？よく眠れたのならよかった。この列車、ほんとやることないわよね。あなた、朝ごはんはパン派？ご飯派？何事だ！急に列車の速度が速くなったわ。ドローンさん、ここにいたりしませんか？ドローンさん！起きて、目を覚まして、お願い！よかった、死んじゃったのかと思った。ジャニーはあそこにいるわ。いい、俺に構うな。みんな大丈夫？ああ。そうおっしゃるのならそうしましょうとも。ジャニー、行こう。壁の中は変な感じだな。念のため何も触らないよう注意して。みんながお前みたいに何かしらの力があるわけじゃないからな。とにかく先に進みましょう。ちゃんと前を見て。
なあみんな、こいつらおかしくないか？そうね、やけにこいつにだけ襲いかかってくる。なぜかしら。多分こいつの腕のせいじゃないか。確かにここで一番光っているものね。先が思いやられるわ。気をつけて。あと、あなた命知らずね。列車の事故から生き残って不死身になったとか勘違いしてんじゃねえの。チャニー、いい加減にして。あれ、あの石ついさっきまではなかったよな。あれを利用して外に出られるかも。石に気がついたのは俺なのに。ジャニ、あなたもよくやったわ。
感染者たち、ここで何してるのかしら。またお前の力自慢をする機会が来たな。ジャニー、私をファンとして応援してくれていた時のように応援してあげて。気をつけて。お、頑張れ。避けて。なんかちょっとかっこいいな。本気なの？とにかく念のため写真撮っとくよ。この線は何かしら。この線をたどってみるか。どこに行けばいいかもわからないし、そうしましょう。俺たちが行く方から音がしたのか。行ってみないとわからないわね。このまま線をたどっていきましょう。
よ。早くここから出ましょう。ドラゴン、あなたのお友達が私たちを守ってくれてることを忘れないで。わかった、わかりましたよ。よくわかんねえけど、すごく嫌な予感がするのは確かだな。よし。
を倒しちゃうなんて。また嘘でしょ。皆さん、ここにいたのですね。ドローンさん、何がどうなってるんですか。説明は後にして、早く私についてきてください。とりあえず、私はドローンさんではなく、アリアと申します。皆さん、お怪我はないですか？その、精神的にはダメージを受けたというか。だよな。皆さんが真っ二つにならず、五体満足のようで嬉しいです。怖いこと言わないでください。本来この列車はハッキング攻撃に耐性があり、そう簡単にはできないようになっているのですが、このような状況となってしまい申し訳ございません。列車がハッキングされただって？もしかしたら俺のせいかもしれない。なんですって？押しちゃいけないものを押したのかも。押しちゃいけないものを押したってどういうこと？スーパーパワーを解放してくれるって書いてあったんだ。だからお前たちが言ってた夢に出てきた女の人が俺にも力を授けに来てくれたんだと思って。そうね、確かに私たちはあなたに女の人に会ったと言ったわ。スマホじゃなく夢の中でね。夢で俺とうまくつながらないからスマホに連絡をしたのかもしれないだろう。ごめんみんな。ジャニさん、同じことを繰り返してはならないと私から叱る必要がありますか？いいえ。わかりました。今この瞬間も私たちは壁を破るために思いつく全ての手段を講じていますが、未だ成功していません。全てを皆さんに押し付けるようで本当に心苦しいですし、申し訳なく思うのですが、他に手段がない状況なのです。明日もう少し詳しく現在の状況について説明します。とりあえず今は休憩された方がいいでしょう。この列車は現在ユナさんがご利用されているように個室が完備されています。ユナに謝りに行かなきゃ。明日、そうだ、明日にしよう。
何も見なかったわね。やっぱり何も言わないで。もう喋らないで。チャニがしでかしたこと、ほんと信じられない。私たち死ぬかもしれなかったのよ。謝った？謝れば済む問題なの。兄は誰がどう見てもやってはいけないことをした。なのにあなたは彼を弁護してるわけね。そのせいで私に嫌われるかもしれないのに。あのね、芸能界では心を許せる友達を作るのは決して簡単なことじゃないの。少なくともジスに会うまではそう思ってた。なぜかはわからないけど、彼女は裏表のない子でね、私と純粋に友達になろうとしてくれた。話してみたら音楽とか私たちの立場とかお互いのすべてを共感できて、何時間でもずーっと話せる仲のいい友達になれたの。あんなことになるまでは。ディス、あんたどこ？あのさ、私のこと迎えに来てくれない？悪いけど別の人にお願いしてくれないかな。ダメダメ、みんな酔っ払っちゃったんだもの。ジス、あなたにしか頼めないの。わかった。今どこ？ねえジス、ここってバーじゃないの？すぐに戻ってくるから大丈夫。そうは言っても誰かに写真を撮られて問題になるのも一瞬のことなのよ。ジス、この件で大事になるかもしれないのよ。大げさよ、ユナ。すぐに戻るから待ってて。あなたを心配して言ってるのに大げさだなんて。ジンス、来てくれたの？なんでこんなに時間がかかったのよ。え、嘘じゃなかったの？本物のジンスだ。だから言ったじゃない、私の幼馴染だって。ねえねえ、記念にさ、写真一緒に撮ってもいい？え、ここではちょっと困るかな。いいじゃんジス、一回くらいいいでしょ。みんなあなたを待ってたのよ。でも、待ってよ、ここは。じゃあ撮ります。3、2、1。音楽の振動と言われたジスさんの
バーでの飲酒を疑われる写真がオンライン上に広がり、議論を巻き起こしています。彼女のファンたちは今回の事態に戸惑いと驚きを隠せずにいます。私はジスのために事実を話して助けたかったけど、事務所から彼女とその日一緒にいたことを発言しないように言われた。正直言ってね、事務所から言うなって言われた時少し安心したの。事務所からストップされたんだから仕方ない、私が何もしなかったことにはならないって、自分にとって都合のいいことばかり考えて。私が事実を言ったとして信じてくれるどころか、その場に私もいたと誤解されるのが怖かった。でもあの日何があったのか、私以外は誰も証明できなかったのに。あなたは不思議な人ね。この話は今まで誰にもしたことがなかったのに、こんな状況になったからなのか、ただ単にあなたが話しやすいのか。そうね、本当に頼りがいのある職種でだわ。でもあなたがチャニをそんな簡単に許すとは思わなかった。私はお肌のためにももう寝るわ。おやすみ。私、あなたとユナの絆が芽生えていくのを感じる。今のあなたならアイスバリアを破壊することができるわ。釣れないわね。でも私は嬉しいわ。絆の力は強大よ。絆こそ力の根源であり、さらにあなたを強くする。強い絆が結ばれると、あなたの腕に宿る私の力はもっともっと強くなる。覚えておいてね。でも気をつけて。絆を通じて得た力は本来このように超人的な方法で消費されるようにはなっていなかった。だからその力をむやみに使うと、あなたの人間性を失ってしまうことになるわ。絆はあなたに愛や共感、そして目的を与えてくれる。誰かにとっては全てを手放してでも得たいと思うもの。そして絆は自分自身を定義させることもあるのよ。そう、バカみたいなことしてごめん。俺だけ何の力もなくてさ、イライラしちまって。わかったわ、チャニ。謝罪を受け取ります。本当か？なんで？それは、その…とにかく、謝罪は受け取ったから、いいわね。おう、ありがとな。これからどうする？
どうするって、死なないように努力しないと。じゃ、俺たちは化け物たちでいっぱいの。あの壁を2つも突破しなくちゃいけないってことだな。そのストーンってやつを奪還して、変わっちまった人たちを正常に戻すってことか。人々だけじゃなく、全てを元に戻すためよ。あなたが普通じゃないってことは、私たちみんなよーく知ってるから。この触手でめ、皆さん、お話がありますのでこちらへ。失礼しました。情報を得るために徹夜をしましたので。昨晩皆さんが目撃した巨大未確認生命体は感染したハッカーであることが判明しました。感染したことで人格が消滅し、彼のハッキング能力だけが特化されたと推定しています。彼はその能力を使い、人々を壁に誘引しているのです。なぜそんなことを。それは分かりません。確かなことは、彼がここ最近私たちをハッキングしているということです。彼のハッキング方式を分析したところ、私たちのシステムを完全に突破するまであと5日はかかるでしょう。ですが、もし皆さんが彼のメインコンピューターを見つけ出してくだされば、彼を阻止することができるはずです。それってどこにあるんですか。壁の内部にあります。そう簡単にはいかないわよね。壁の中で追跡の手がかりになりそうなものはなかったでしょうか。あ、光る配線。そうだ、あれがどこにつながっているのか最後まで見てなかったな。関連がありそうですね。覚えておいてください。感染したハッカーは5日後に私たちのシステムを突破するでしょう。もしそうなってしまったら、ウンブラのストーン覚醒を阻止する計画は不可能となります。その場合、私たちもあそこにいる感染者のようになってしまうでしょう。そのストーンってやつは覚醒までどれくらいかかるんですか。左手にある機械にご注目ください。この機械は大気中のウンブラのエネルギーを測定できるようセッティングされた装置です。ウンブラが自分の本体でストーンを抱いているほどエネルギー量は増えるでしょう。ですが、今の速度のままならばまだチャンスはあります。赤色を指したら何が起こるんですか。世界は終焉を迎えることとなるでしょう。ですが、ウンブラがトーテムでも見つけない限り、一晩で危険領域に到達することはないと思われます。トーテムですか。トーテムはストーンのエネルギー蓄積を加速させるものです。ですが、あれは誰でも使えるものではありません。話では800年前に消失したとも聞いています。ご心配には及びませんって言葉、フラグになるからやめてくれ。そしてチャニさん、大変長らくお待たせいたしました。もしかして俺が待ち望んでいた。俺、力を身に宿す覚悟はできています。チャニさん、あなたの期待値を少し下げる必要があるかもしれませんね。何かしらの力をもらえるって話じゃなかった感じですかね。いえ、間違いありません。
ただチャニさんが想定しているような力ではないかもしれませんので。心配しないでください。どんな力であっても俺が完璧に使いこなしてみせます。わかりました、チャニさん。それではどうぞ。体の中から力が湧いてくるのを感じます。俺は何ができるようになったんですか？火を吹いたり、空を飛んじゃったり。あなたの力はチームをもっと強くさせることができる力です。それだけですか？本当に？ジャニさん、落胆しないでください。今はあなたのサポートが切実に必要な時なのです。俺はサポーター？わかりました。俺は最高のサポーターになってみせます。アリアさん、俺が何をすればいいのか全部教えてください。ここ2、3日で世界がめちゃくちゃになっちまったな。デートってどういうことだよ。あ、デートアプリやらせてたもんな。そうだった。そのデートが終演開始の合図だったのかもしれないな。冗談だよ冗談。俺たちの学校は大丈夫かな。本気か？学校行くの本当に嫌だったんだよな。な、学校の奴らが今のお前を見たらさ、不思議な力を持ってたり、ユナと友達になってたりしてて、すげえ驚くだろうな。お前の言う通り、とりあえずこの世界をどうにかしなきゃな。何があっても、できる限りお前をサポートするから。でもさ、正直言ってルクスがもう少し俺に気を使ってくれたら、今よりはかっこよくお前をサポートできたんじゃないか。この話はやめ。別の話しようぜ。お前はさ、腕を剣とかに変えられるじゃん。この前のことだけど、本当に悪かった。かなりダサかったよな。まあでもそのおかげでキャニの特別サービスを始めるきっかけになったし、俺お前をサポートする準備はできてるから。俺のサービスは世界一だからな。